日やるぞ。やります。アップできたらしいな。っていうかあれだよ、昨日のやつ音入ってなかったんだけど気をつけないと。テレビだけ見てってやっぱダメだな。配信画面でやっぱ音出さないとな。言ってたね、そういえば。お花見セット。おお、そういうのもあんのか。やばい、超楽しそう。かうめえ。いいですね。あー綺麗だな。そっか、そうよな。これそろそろ行っちゃうんじゃねえか。これあ出てきた岩の卵。うい、ウティ、葉っぱ、岩、魚、あと2つ。空の卵となんだっけ、もう1個。多分あの地面に埋まってるやつだと思うんだよな。集めますよ。枝がやれ怒ってんね。あ、風がすごい吹いてるな。危ないからね、私が取っときましょう。橋とかかけられないのかな。あっちの方に行けねえだよね。まあ、ちょっとしたらできるようになるのか。へい。お前も集めてるのか。こんにちは、どうも。今日はお休みですか。楽しそう。あ、そうなんだよな、薪と枝は違うんだよな。パンパンになっちゃうか。ん？後ろなんかある？雑草？うん。これなんだよ、この地面光ってるとこ。スコップなんだよな、多分。あ。いや、やめときます。あ、これゲーム音大丈夫ですか？ちなみに。そっか、ダメなんだっつうの。あー、そっか、入学式なんだ。あ、入学式あったんだ。あったっつうか、まあそうだよな、みんなマスクつけてたっしょ。ゲモンさ、昨日の動画出てなくてさ。あー、うん、そう、一応つべにあげてます。昨日ラヤさん来てたはずなのにゲーム音出てないとかって言わなかったんだよね。めんどくさくて言わなかったのか、録画だけにゲーム音入ってなかったのか。あ、やべ、間違えちゃった。へい。買い取って。スルーって別にスルーしなくてもいいけどな、あんまりね。別にいいじゃん。あ、そう、ムカデとかあげないとな。俺別に拾ってねえ。拾ってねえし、いつも。そっか、出てますか。そこ押すな、小学生みてえだな、ほんとに。
拾ってんの、拾わねえよ、拾うわけねえだろ。うん、自分で顔なるなり自由に。ああ、そっか。今日夜トジロ来ます。今日はオロチに勝てるといいですね。あいつはやる男だぜ。石とかでも売っちゃう。これ多分俺の予想だと斧もうちょっとでボッコレんだよね多分。さくらんぼ、あ、卵をちょっと取っときたいわけよ僕的には。あ、昨日そういえばゲームボーイの試練も途中になってたな。やろっかな。うい。あとなんだっけ。これなんだっけな、エイフサーのベッド、空飛ぶ地面だから地面掘んないといけないんだよな。カクカクする、いろよ、せめてミュートで、ミュートでいろよ、うん、そうするとポイント入っから。あれはね、なんだろう、これ今大丈夫、今見れる普通に。ちなみにあれさ、実際さ相当悪かったらしいね、回線が。これ全然大丈夫でしょう、うん、720であれば全然見える。あ、本当に、あ、殺すぞ、 ぶっ飛ばすぞやっぱあれだな、 NG になるんだな、その。ありがとうございます。マサルがワンチャンやるときあればいるよ、うん。卵取ってけ。いい。トライバル。マサラトライバルとあれだから、デスマッチしないといけない。どっちかが死ぬまで。倒した方がトシヒロと戦う権利を得られるから。ミュートでいるだけだったら俺全然いいよ。常駐しててもいいよ。二度死ぬな、二回目は特にな。兄弟喧嘩でパワーボムするような男だぞ兄弟喧嘩でパワーボムは出ないねあれ、そっか、あのなんかあれ、そう、スコップがさ欲しいわけですよ僕は。これとかもちょっとやってみっか。それとボッコれる気すんだよな。もうなんか出てきたぞ。何これ、鉄鉱石、鉱石だなとは思ったけど、鉄鉱石、これとかはダメなのか。ジョイナス島に行きたいんですけどね。できないのかな、スコップ。俺にはまだ早いのか。やっぱ麦茶ですね。マサル家は何、スイッチせがまれないの？おい、おっさんスイッチ買えよって言われないの？ここにないってことはなさそうだな。このだって道具って書いてあるとこのマークがスコップだもんな。うん、小物、アクセサリー、アクセサリーか。オカリナいいですね。オカリナは欲しい。
スツールって何？スツールって、スツールが分かんない俺。何これ、重箱？あ、桜の花びら、お花見セット、これでできるんだ。なるほど、だから集めてこいって言ってたのか、ラとかいうのが。ラヤとかいうおっさんが桜の花びら集めろ。あいつてかまだニートなのか。そもそも死ぬことしないと本当に一生ニートになるぞ。生活保護を受ければいいやになっちゃう気がする。もうちょっとしたら生活保護を受けながらカードゲームしてりゃいいやになっちゃう気がする。別にいいけど、多分精神的に相当危なくなりそうな気がする。メッセージボード、あ、流れてきましたね。まあ、他人のことなんかどうでもいいけど。うん、なるほどです。これもうパンパン、あー、硬い木材、鉄鉱石、これマインクラフト的な、簡単なマインクラフトみたいな全然違うか。よし、とりあえず桜の花びら集めるぞ。やべ、爪切んの忘れてたな。指の爪しか切ってねえ。足の爪長くなってきちゃった。あ、こんにちは。うん、いいじゃない。桜の花びら、あ、おい、あ、来てる、来てます。部屋を大掃除してたら、俺が昔考えた DIY の例、お、マジか。おめえに作り方教えてやるよ。ファンキーだな。ゴンザレスよりって書いてある。カカシ。行くぜ、やりに行くぞ。スチャチャー。ほら、どこだ、あれ、どこ消えたんだけど。ないんだけど。ゆっさゆっさ、しゃあねえな、行かれちまったよ。これとか取れないのかな。もっと分かりやすいやつだよな、確か。ひらひらってなってるやつ。ドライバル、誰の友達でもないドライバル。お家にそういえばあれだな、ちょっと置いとけるもん置いときたいな。 DIY ってなんか呼びやすい呼び方ないのかな。 D、もう置けるとこないかな。そうだ、俺神宮寺三郎やりたいんだよな。今日ちょっとやろっかな。あいつ友達できないだろ、つまんねえ何の恨みがあるんだ一体何の恨みがあるって言うんだ
何の恨みもなくてもそんなこと言うね。なんでブロックされてる俺が、なんでブロックされてる俺が擁護してるんだよ。あいついいとこあるよ、知らねえけど、うん、いいとこあるよ、うん、知らねえけど、全然知らねえけど、うん、面白い。あいつ想像の友達なの？罰すらなんかフォローしてないって言ってたんだけど、じゃあ誰の友達なんだよって思った。友達がいなかった。面白いな、やっぱあいつ持ってるわ。あいつのコスプレ謎すぎるしな。どこコスプレしてんのか分かんなかった。あ、バッタ、バッタライダーだ。せい、あ、トークはな、確かにさすがにマサルの方ができるな、どう考えても。確かに致命的なまでに話面白くねえんだよ。話、グラブル、グラブルにこ、そうだね、グラブルに、そうだな、大事ですよね。ぜひぜひ。卵のレシピ、イースターなドレッサー。グラブルのさ、しかもさ、あれだよね、オートツイートにさ、ずっとさ、リプ返したあんたもすげえよ。狂気を感じたよ。ユッサーユッサー、俺に足りなかったのはこれかな。でも俺ファミコン版のさ、女神転生やりたいんだよ。ファミコン版の女神転生超やりてんだよな今。古いゲーム好きなんだよな。今のゲームも好きですけどね。90年代、なんか自分がやっぱね、ガキの頃のね、やっぱものっていうのはやっぱいつまでたっても好きだな、なりますね。何これ、この間でも久しぶりにさ、誰これ、セミ、ミノムシか。その服あったかそう。マサルトーク面白いのか、もっとやればいいの。多分マサルのトーク力はトライバル2000人分ぐらい面白いから。0×2000。 あっちがミノムシ、あっちか。トライバルは神だよ。赤城連さんぐらい面白いよ、大丈夫だよ。今はとりあえずまあいいか。今持っててもあれだから、この辺は売ってしまおう。石は多分ボッコれるから、そのうちこれが残しとかないとな。でエッグをね、そうエッグをちょっと、地面なんでスコップいつできんだよ。ちょっとググっていいか。あつ森スコップ動物の森で攻略を見る男がいるらしい。赤木さん、赤木蓮はさ、面白くやろうとしてつまんないタイプじゃん。これマサル君なら多分わかると思うんだよな。あの人さ、自分は面白いってタイプじゃん。自分の中では面白いってタイプの人だったじゃん。ね、語尾に安つけたりとかさ、あれ罰めちゃくちゃ切れてたから。あいつすぐ人のものをパクるって言ってた。すごいよね。ああ面白い。ちょっと待って、俺スコップ欲しいんだよ。スコップ、スコップ、スコップ。赤木蓮さんね、スコップ売ってない。スコップが売っていない入手方法、これだ、絶対必要。スコップは所持しておくといろいろな場面で役立ちます。分かってんだよ。集まれ動物もスコップが売ってない人 DIY。 うん、
タヌキチに生き物報告をする、魚か虫を5匹寄贈。あ、そうなんだ、それでスコップ取れるんだ。わかりましたよ。これまだじゃあ全然あれなんだ、渡してなかったんだ。赤木蓮さんは面白く、そう、自分面白いこと言ってるでしょドヤみたいな感じで面白いって言ってもらえないと拗ねるんでそれがマサルのことを嫌いになった理由だからね、赤木蓮さんが。いや、罰から聞いた時なんか自分が欲しいコメントくれなかったからムカつくみたいな感じで言われたらしくてさ、エスパーかなんかなみたいな、マサルのことエスパーかなんかだと思ってんのなんだこいつって思ったの。自然と人が離れていき、赤木蓮さん相互フォローで YouTube のチャンネル伸ばしましたね、500人ぐらいまで。登録したから登録してくださいってやつですね、俗に言う。俺あれ嫌いなんだよな、マジであれ嫌いなんだよな。ふうたさん、千葉って島、千葉は島だった、島国のさらに島。なんで悔しいんだよ、カリボテだぞあんなもん、全然悔しくないよただの数字だよ。マサルはやってないからでしょ、ソウズも言ってたもん、なんで俺の動画はこんなに面白いのに伸びねえんだってこの間言ってたからさ、おめえはやってねえからでって言っといて。続けないとやっぱ伸びないっすよね、だって俺ですら1000は行くんだからさ、君たちやったら相当伸びるよ。これリアルだなこの辺なビジネスマンじゃないですか。お、マジでそういう感じ。あれでもあの短期間でさ、多分赤木蓮さん100人150か200ぐらいだったんだけど、恐ろしい勢いで300人ぐらい増えたよね、わーって。ただあれ全部相互フォローなんだよね、意味あんのかなって思うけどね、そんな風にして伸ばしても。あれと一緒だよ、あのマイミクのさ、あの数目的でさ増やす人とかいたじゃん。ツイッターなら意味はあると思いますよ、うん、多分マイミクの数増やしは、うん、知ってもらえればね、たくさんの人に知ってもらえれば宣伝とかにもなるしね。まあ俺だったらね、チャンネル宣伝したりとかね、自分の。でマイミク増やすってさ、全然絡みもしない、だいぶ身内向けだったじゃんミクシーなんて。あれで人増やすやつの気が知れないわ、まあマジで。なんかだからあれなんだろう、自己顕示欲というか、なんて言えばいいんだろうな。イエイ、友達いっぱいいるでしょみたいな。興味ねえんだよなそういうの、全然興味ねえや。魚とか虫を、お、ふうたさんのテント予定地か、行くんだったらここ近い方がいいんじゃねえのか。でみんな近くに置いて寄せればよかった、移動すんのめんどくせえや、ここでいいんじゃねえの。考え直すためじゃないですか。あ、真後ろになっちゃうのか。もっとなんか開けてるとこが欲しいんだよな。
結構近くなっちゃうな。これはさすがにちょっと厳しい。伝統選手もここでいいんじゃねえの。ここでここでいいべ。なんかそれいいんじゃないのこれで。あっですよね、広場っすもんね。あっ、おい来た。覚悟は良いか。これでもなんか変なとこで落として取れ。愚か者めい。取れない位置とかあんのかな。ちょっとあれだな、引いて、うん、あでもあれだ、どっちみちあっち行っちゃうと無理じゃん。あっち側だと俺とりあえず当てる。あ、怒ってきた。わかったよ。あ、そっか、ワイボッカンか。こん中に卵があるんじゃろう。鉄鉱石1個分けるって何。一緒になんねえのこれ。あ、なったなった。鉄鉱石すごいな。鉄鉱石を飛ばしてたのか。それじゃあ昆虫とかあれか、なんかいっぱい捕まえる。魚か、魚を捕まえればいいのか。スコップが欲しい。ある、あたいスコップ欲しいの。え、しょぼい網が壊れた。今までありがとう。あーす、悲しいな。プーン、ほら、全然食いつかねえな。位置がよくない。えいや、すい、おいでおいで。気づかない、すい、見えねえ。あ、引いてみれるな。オッケー。これ全然来ねえんだけど。遠く。もうちょっと。よっしゃ。おい、ちげえよ。そっちじゃねえんだよ。あ、ダメだこれ。あとか網ぼっこれたんだっけ。ありがとうな。へいへい。お、これはぬーん、うん、船っこ、船っこ、ちゃ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 、船ですね。よっしゃ、どんどん送っちゃうぞ。なぜ入れないよ。簡易で外せたりとかできなかったっけ。チャス。何すればいい。え、
おう。もうやったんだけど。5000。あ、もうちょいだな。うん、もうちょいだね。でも買い取ったよ。うん、いや鉄鉱石はきっとどうしようかな。一応取っとくか。うい、スコップ欲しい。うん、網、しょぼい網だぜ。うん、工具箱、これなんか入ってんじゃねえ。いいもん。うん、やっぱないか。うい、道具作りから。へい。お、5000超えたぞ。払えんじゃねえのこれ。うん。おお、やったぜ。やっぱそういうの早めにやっとかないとね、気持ち的にも。普通かな。普通だな。出た出た、オプションサービス高いぜ。ローンだもんな。あのポート、これからが本当の戦いの始まりだ。結構ね、うん、ビルダーズ、あ、魚釣りとかできんすね、ビルダーズ。うん、麻雀とかできないのかな。最近麻雀できりゃ何でもいいやって感じなってる。おお、こんな感じですか。やっぱあれか、来るまであれか、生き物あれか、買ってもらえないのか。え、ってことはスコップ当分無理じゃん。悲しい、あたし悲しいわ。おう、いいね、ログインボーナス、タヌポート、
これパスポート肩書き無人島の移住者DLC なんだ。ほーん、やってきた。無人島の未来の町へ行こうよって書いてある。ポケットの愛好家、いいな。ポケットの中の飛び出せおじいちゃん。めっちゃいい。弟トグロ弟、飛び出せ関係、初めての関係、初めての関係、エッチですね。スマホの客。au ショップ行け。スマホの草。何でもありじゃないですか。シャイ。あ、面白いな、これ。消費者。自由な消費者。ニートやん。雑食の草。雑な草。雑草じゃねえか。いいね。雑な掃除に、まあそうだ、ある意味そうだな。雑な卵、雑な動物、雑な兄さん、パッパ、雑な身、自由な身、なるほど。飛び出せ身。こう大喜利できそうだな。飛び出せ身はやばいな。マサルじゃん。木漏れ日の身。金欠の、金欠の卵。気ままな卵とかなんか可愛いな。殻にこもった卵。おいでよ卵。おいでよ掃除人。おいでよ客。おいでよって言ってんのになんか雑なんだけど呼びかけが。おいでよ客。本音がなんかちょっと尻から漏れてんだけど、本音が。面白い。ここでこんな笑ってんの多分俺だけだろうな。生まれたての関係ってなんかいいな。俺これにするわ。これでいいですか。生まれたてのおばあちゃんで。老いた赤子みたいな。うん。生まれたてのおばあちゃん。どうも、生まれたてのおばあちゃんです。そんな映画ありそうだよね。おじいちゃんがどんどん若くなってっちゃう映画。なんかあったよね。生まれたてのおばあちゃん。我、ババアなり。とりあえず昆虫とか。へい。おお、いいやつ。へへへへへ。かわいいな、こいつ。ロマンですなぁ。はあ、いいやつだな。
拾いたくなるよね、そういうの見ると。生まれたてのおばあちゃん、ちっちゃい魚だ。デザインはそういえばなんか顔にさペタって貼り付けちったんだけどさ、これマップじゃ。マイデザイン、デザイン型紙身につける、フェイスペイント、フェイスペイント消したいんだけど、どうしてどうすりゃいい。身につける、書き換えるか。え、あ、このドットで書く感じか。まあいいや、めんどくせえ。こいつ釣りたいんだけど反応してくれない。じゃあこっち行ってこう。お、いいぞ。まだな。うぃー、ヒューン、アンチョビ、アンチョビが釣れましたね。塩辛くないのね。あ、そうなんだ。アヒージョっていうのが気になる。アヒージョは何なんだ。キュイーン、セイ、なるほど、何も出なかった。綺麗っすね、桜の花びら。うん、今日は一体何をすればいいのかな。えい、うぃー、綺麗っすね、これ。ひとしらみたい。逃がす。要は満足じゃ。届いて。はは。いい歌よ。生で。お、来た来た。む。え、どうしよう。じゃあこれ。よし、とりあえずこんぐらいですか。ちょっと何かレトロなゲームをやりましょう。うん、癒されたな今日も。